You're listening to Ricky Voice Tech Radio. It's brought to you by ポッドキャスターのリッキーがお送りいたします。モーニング、ポッドキャスターのリッキーです。この番組は毎朝一つボイステックに関する情報をお送りしております。これから音声配信を始める方や機材選びなどで悩んでいる方に参考になる情報を毎日コツコツオンエアしておりますので、 Apple Podcast などで注意してください。今日のトピックはこちら、音声ファイルをYouTube にアップする方法。というテーマでですね、お送りしてまいりたいと思います。音声配信を YouTube にもアップしたい。マルチ配信を YouTube にもして、リーチを広げていきたい。でも、ぶっちゃけ、声専門なので動画を収録するのがちょっと憂鬱だ、配信する時間、 YouTube 撮る時間がない、そんなあなたにですね、音声ファイルから YouTube を作る方法を見つけましたのでシェアさせていただきたいと思います。いくつか方法があるんですけれども、それを順番にお伝えしていきたいと思います。5つ方法を用意してまいりました。さあ、一つ目がこちらの方法ですね。ワンイメージビデオにアップロードする。はい、画像1枚、失礼しました、ワンイメージアップロードというサービスを使うことでブラウザーにですね、この、画像のファイルと音声ファイルをアップロードすることで、このですね、画像ファイルと音声ファイルがガッチャンコしてですね、そこから1枚の動画ファイルを作成してくれるファイルのサービスがこのワンイメージビデオですね。ワン ONE IMAGE BIDEO、 こちら概要欄の方にですねリンク貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。はい、非常に簡単で、画像 PNG ファイルか JPEG ファイル、最大25メガまでを参照して、そして MP3 ファイルが、MP3 ファイルですね、形式は MP3 ファイルが最大100メガまでのもの、こちらを選択してアップロードします。だいたい、まあ、3、4分ぐらいかかるんですけども、まちまち待っていると動画ファイルが生成されて、ダウンロードすることができます。でダウンロードしたファイルを見るとその、選択した画像に音声が載っているというですねファイルができちゃいますね。まあその画像のファイルはね、いろんな、なんですかね、こう画像を切り替えることはできないんですね。1枚の写真、これで、ね、ジフアニメーション的なものは選択することができませんでした。はい、で、これをですね、例えばもう画像をですね、まあ、スクショという、違う、あれですね、アイキャッチ画像ですね、アイキャッチ画像を作っておいて、それを選択して、そしてそこに音声ファイルを入れてしまえば、その生成されたファイルを YouTube 側にアップするだけで、もう、その、なんつうかな、こうアイキャッチ画像を個別に作ることなく、ただそれをアップするだけで、それがですね、アイキャッチ画像になって、YouTube にもアップされちゃうというですね、まあ、一手間、生産の時間が減るっていうメリットがありました。はい。このやり方がね、一番スムースなので、今後、このボイステックラジオもですね、YouTube にどんどんアップしていきたいなと思います。まあ、実際今までね、YouTube にはライブで配信してたんですけど、やっぱり音が途切れちゃうことがあったりしてですね、ちょっとあんまり気に入っていなかったので、ここからまたですね、YouTube 再開していきたいと思います。はい。そして、二つ目の方法は、こちら。MP3 チューブにアップロードする。このワンイメージビデオと、似たような方法として MP3 キューブというのがあります。
こちらもですね、同じように、音声ファイルをアップロードする、あとは画像もかな、画像もアップロードすることで、先ほどと同じようなですね、動画のファイルを生成してくださるんですよ。これもね、非常に、便利ですね、簡単でした。はい。で、なんだろうな、大体、かかる時間も同じくらいですかね。変化にかかる時間もだいたい3、4分ぐらいだったかな。そのぐらいでですね、動画、音声ファイルから動画ファイルを作ってください、作れちゃいました。はい。で、Chrome のブラウザを使ったんですけども、MP3 チューブの方は、なんかあんまり、この画像の方はこだわれなかったなっていう感じですね。ただ専用のアプリケーションがあるので、アプリケーションなんか使うと多分いろいろと細やかにですね、この、生成されるですね、動画に対する動画の画像の部分ですね、画像の部分を細やかに設定することができます。まあ、MP3 チューブとオンリーイメージ、ワンイメージビデオの2つの比較だったら、まあ、ワンイメージビデオの方がブラウザでできるし、まあ簡単かなっていうふうに個人的には思っております。はい。さあ、続いての方法は、こちらになります。AVIUTL を使う。これはですね、 Windows の専用のソフトなんですけども、これね、なんて言えばいいのかな、分かんなくて、 AVIUTLですね、フリーソフトがあるんですよ。このフリーソフトが結構ね優秀で、いろいろなエフェクトを作ることができるようになっています。かなりねかっこいい感じのね、この動画から、音声から動画ファイル作ってる事例をたくさん見かけますね。はい。波形をね、効果をグローにしたりとか、曲線っぽくしたりとか、グラデーション入れたりとか、あと色を変えたりとかね、細やかに設定できちゃってますね。これなんかいいなと思って、これにしようかなと思ってたんだけど、なんと Windows 版、あーって感じでした。はい。まあでもこれ無料で使えるから、なんかこのなんか Windows ユーザーの方はですね、ぜひ先ほど紹介した AVIUTA ですね、 A は大文字ですね、 U も大文字ですね、UTL ということで無料でダウンロードできるみたいですから、ぜひチェックしてみてください。続いての方法はこちら、レンダーフォレスト。レンダーフォレストというですね、有料のソフトウェアを見つけました。はい。ですね、こちらはですね、これはかなり綺麗にね作り込めますよ。テンプレートがとにかくいっぱいあって、そして画像をつけて横になんか Apple Music とか Spotify とかのリンクを貼ったりとか、なんかねすごくかっこいい感じにね、このね、ミュージックのビデオですね、音楽視聴家メーカーという形ですね、できちゃいますね。いや、びっくりするぐらいね、非常にかっこよかったです。で、ただこれはね、無料、全部無料じゃなくて有料なんですよ。はい。有料になっていて、で、無料で使える範囲というのは3分間の動画は無料で使うことができます。で、月額599円からライト版というのがありまして、ただ月額の599円でも最長で5分の動画なんですよね。ちょっと短い気がしなくないですか。で、プランを上げていきまして、最長で30分の動画になって、やっと、月額2499円で、まあ、40ギガのストレージがついてっていう形になってます。まだちょっとね、これだと物足りないなっていう感じがして、レンダーフォレストいいな、すごくねいいんですけど、なんかもうちょっとなーっていう、無料で使える範囲が、でもね、テンプレがすごくかっこいい、すごいかっこいい、これ使えたらいいなーっていう思いのものが、ね、いっぱいありますね。いっぱいあります。はい。ですので、ぜひサイトでテンプレートを見てみてください。はい。最後にこちら。ミュージックビジュアライゼーションジェネレーター。これはですね、Mac 用のフリーソフトで見つけました。ミュージックビジュアライゼーションジェネレーターってですね、ちょっと長いんですけれども、タイトル言い切れてませんが。
そんなあのアプリも見つけました。でいろいろ作ってたんですけど、ただなんかね、あの生産されたこの動画がね、なぜかファイルが見れないっていうことで、ちょっと今これは研究中です。どこに、なんかあのね、ちゃんと書き出しはまではできてるんですけど、どっかに行っちゃったんでね、見つけられないんだよね。ですごくシンプルな線で太くしたり細くしたりとか、あと背景に画像を入れたりとか、なんだろう、効果もいろいろね、あのサークルタイプとか、まあ、あのラインタイプとかですね、まあ、入れられるようになっています。細やかな設定までは、できるのかな。ちょっとでも、あ、イメージ画像とかですかね、画像と線とかぐらいですかね。まあ、簡単な、本当にビジュアライゼーションができるようなソフトウェアになっています。はい。まあ、こちらもちょっとシンプルでかっこよいなっていう感じな、まあ、ものなので、ぜひシンプルでかっこよく決めたいという方には、このミュージックビジュアライゼーションジェネレーターがおすすめかなと思います。ちょっと吐き出し確認してから、またこの番組では紹介していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日の合わせて聞きたいは、声の社内報を作る3つのステップ、1時間で収録から配信までできるという各のオンエアを紹介させていただきます。これを聞いている方の中で、実は社内報も作りたいという方はですね、こちらのオンエアも聞いてみてください。今日のレディオはいかがでしたでしょうか。リッキーのツイッターで毎日ボイステック情報やライフハック、ガジェットに関する情報を発信しております。番組の感想はメールまたはホームでお寄せください。概要欄の方に貼ってあります。天気分はちょっちゅうにんぐん、リッキーズボイステックラディオ。This voice tech radio is brought to you by ポッドキャスターのリッキーがお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. 素敵な一日を。バイバイ。